はい、いかがお過ごしでしょうか。小島でございます。ですね、今冷蔵庫の前にいます。はい、これ冷蔵庫ですね。アップにするとね、ただのグレーの壁に見えるんですけども、その前にですね、自分がなぜ映ってないのかっていうことなんですけども、これね、自分映るとですね、非常にカメラとの距離が近いんですよね。こんな感じになっちゃうんですよね。どうも小島ですね。なのでね、ちょっと自分、カメラからね、ちょっと外れますね。はい。ですね、今日はですね、ちょっとね、もう日々暑い日が続いてますよ。なので、ちょっと涼しくなるようなね、ちょっと作業をしようかなと思いまして、冷蔵庫の霜取りをね、ちょっとやってみたいと思いますね。冷蔵庫の霜を取るというね、今日動画になるんですけども、皆さんはね、なんかね、しながらね、ご覧いただければとね、これをね、 BGM 代わりにしてですね、なんかしながら見ていただければなと思っておりますね。少しでもね、なんかね、涼しい感じになればいいのかななんてね、思ってます。それでは、早速ね、開いてみようかな。はい、それではオープン。はい、思ったよりないかな。この霜取りをね、ちょっとね、やっていきたいと思いますね。まあ見た目涼しそうでしょ。はい、はい、それでは、霜取りやっていきたいと思います。まずね、取りましょうね。あれ、これね、おお、危ない危ない。蓋が閉まっていちゃうんで、こいつで固定しちゃいます、ね、テープで固定しちゃう。ああ、いいですね。はい、はい、それではね、霜を取っていきたいと思います。これ手で取れるのかな。霜取り作業はね、夏にやるのがいいですよ。ね、皆さん。OK で。ああ、100個。マイナスドライバーになってきますよ。取れる。おお、いいね、取れますね。さすがに。おお、いいよ。わあ、気持ちいいよこれ。ああ、いいですね。快感ですよね。はい、多分ね、こういうのはね、なんか見ててね、気持ちいいって思う人はですね、おそらくね、自分のね、かさぶたとかね、剥がしちゃう人ですね。で、
若い頃なんかはね、ニキビとかね、潰してなんか白いね、シャーペンの芯みたいなのをね、出しちゃうようなね、そういうタイプだと思いますよ、おそらく。おや。いかがでしょう、ね、皆さんから見れば、あところどころまあね、このへばりここら辺ね、ちょっとまだへばりついてますけど、まあこれくらい取れればね、まあいいんじゃないでしょうかね。はい、ということでですね、冷凍庫終了。次はですね、冷蔵庫の方なんですけども、ここもね霜がたまるんですよ。しかもですね、冷凍庫よりもちょっと溜まってるんでね、ちょっとこちらもやってみたいと思います。
はい、ということですね。今度はですね、冷蔵庫ですね。でね、ここほら、ここ見えるかい、わかるかな、すごいの厚さね。どれくらいだろう、一番積もってるとこでね、第二関節ぐらい指の積もりに積もってます。なぜ冷凍庫よりこっちの方が積もるんだろうって思うんですけども、取れないちょっとね、これもう完全にね、霜というかもう氷ですねこれ厄介なんですよね。あれさあ、じゃあね、それでは、次はね、冷蔵庫の霜を取っていきたいと思います。お、取れねできてますよ。いいですよ、この一枚岩が。豆腐をちょっと、ね、プラスドライかもしれない。これでね、こう割ってみたいと思います。取れました、このでっかくたわりが。すげえ、気持ちいいですね。マンボさんにはこんな時代ありましたね。よりでね、もっとご覧いただくためにね、
ちょっとカメラ調節してみました。今ね、ここにですね、ひびが入ってますね。わかんねえか。ね。ここにですね、線があるんだよね。この線がね、巻き込まれちゃってるからね。まずこの線ですね。いや、一番大きいのは取れました。大物ですよ。ね。あ、100。じゃあ、あとここだな。ね、線が出ましたよ。え、よし、お父さんのやつを取ればおしまいだ。よし、いやできた。ひっ、はい、というわけでですね、霜取り終了いたしましたね。よかった、できて。本当に、まあね、こういうね、まあ、霜取りなんてさ、別に面白くもなんともないね、作業なんですけどもね、こうしてね、動画で撮るとね、まあ僕自身はですね、まあなんか楽しい。はい。はい。はい、それではね、今日はね、冷蔵庫のね、霜を撮るというですね、動画でございました。はい。それでは、本日もね、ご視聴ありがとうございました。はい。またね、次回動画で、お会いしましょう。あ、歌のコーナーだね、次ね。はい、それではね、今回のね、霜取り作業は終了でございます。クローズ。はい、お歌のコーナーでございます。今日はね、桑田佳祐、ね、歌わせてください。すいません。夏の日の少年という曲ですね。やってみたいと思います。鏡の真ん中に
心でと笑顔でひた隠し虎の胃を駆り立ち回る Do you know how many tears I have cried? No, no, no 言葉にならぬ悲しみよ Don't you see howはい、それでは、本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました、それではね、また次回動画でお会いいたしましょう。それでは、終わり。